ガールフレンドカッコ仮、君と過ごす夏休み。婚活偏差値39の男がお送りするガールフレンドカッコ仮。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ももこちゃん攻略編、じゃあ続きをやっていきましょう。まあ前回で結構なイベントをこなしましたからね。8月15か。まあ日にちにも余裕がありそうだし大丈夫かな。これどうしようかな。待ってな。ももちゃんがいるからこっちでいいでしょう。もや、やっぱり先輩でした。遠くに見えた時からそうかなって思ってたんですけど。これはなんだっけ。正解でした。すごく暑そうですか。先輩を見つけて走ってきたので、少し汗をかいて、少し汗をかいちゃいました。でも先輩にお会いできたので、飲み物あげるんだっけ。走った甲斐がありました。ほらほらほら、ジュースをくれるんですか。ジュースを持ち歩く男、それが俺だ。缶が冷たくてほっぺに当てるととっても気持ちいいです。はい、残りの夏休みもそうだね。こうして先輩とたくさん会えるという。練習するんだからさ、バンド普通にたくさん会えるだろう。またどこかで先輩を見つけたらこんな風に、ね、今日は練習してないみたいだけどね。で終わりか。あとはもう結構日付の消化とかになるのかな。で学園を見ていない、街を見ている。ほい。あ、先輩。どうした、なんか元気がないぞ。私浮かない顔をしてましたか。もしや俺に会ったから。またお前かよみたいな。昨日の夜苦手なゴーヤを食べたからだと思います。あーゴーヤね、ちょこちょここいつ話題に出てくるね、ゴーヤ。今でもあの味を思い出して。でも食べるっていうところが偉いっすよね。俺基本的に嫌いなものはもう食わないんで。でもどちらかというと辛かったのはゴーヤを食べたことより他にあって。え、どうした。実は昨日家族と一緒に沖縄料理のお店に行ったんです。ほんほんほん。そのお店の店長さんがサービスで旬の食材を使ったお料理を出してくれて。ゴーヤがいっぱい出てきたの。私それがゴーヤ料理だって気づかないで食べて、ね、渋い顔をしちゃったんです。あの時店長さんが一瞬見せた。でもさ、ゴーヤってさ結構苦手な人多いと思うんすよね。悲しくなります。それは確かに申し訳ないね。それはゴーヤを出した店長が悪い。でもそれは仕方ないよ。上か下だと思うんだよね。仕方ないよって言って励ます方向で行こう。ああ、また。私が悪いのは分かってます。けど先輩にそう言ってもらえて少し気が楽になっちゃいました。てかさ、店長さんもさ、これはゴーヤを何とかした料理ですみたいな、ちょっと説明してくれてもよかったっすよね。先輩は夏バテしないように。でそこで、ああ、ちょっとゴーヤはみたいな話すれば。ああ、ゴーヤ苦手な人多いですからねって。って聞きますし、できれば私も克服したいです。偉い。俺は絶対克服しないけど。あんな思いをさせたくないので、頑張りますよ。という感じで今日は終わり。8月17。学園にいる。なんで体育館に来てるんだ。先輩は。ああまたこれか。まあでも評価を上げていきましょう。そうですか、一緒に頑張りましょうね。あよ、私にご用があったんですか。そうだ、評価を上げるための用があったんだ。何ですか。何ですか。これはなんだっけ、夏休みか。夏休みだからお店のお手伝いをしようと思うんですけど、いつも手伝っちゃダメだって言われちゃいます。いつもいつも思ってるけど、いついつもダメって思われて8月17になってしまったっていうことかな。そんなに頼れないのかな。私を心配してるから。まあお酒はね、でもね、やっぱりなんか割っちゃいけないし重いし、ちょっとももこちゃんに任せるのは不安ですよね。酒屋さんのお手伝いはできなくても
お家のお手伝いはできますよ、ね、まあ店番くらいだったらしてもいいと思うけど、やっぱね運ぶものになると任せられない。では私はこれで失礼しますね。先輩とお話ができてよかったです。評価が上がってよかったです。で次の人、18日、学園ない、町いない、今日は何にもしない、今日はちょっとモンハンでも進めようかな家で。いやーでもやっぱりねモンハンちょっと時間かかりますね。もう結構やってますけど。で学園いない、町いない、これ一回イベントが起きて結構その後特に何にも進展のない日が続くっていう、なんだかんだで20日、学園いない、町いる。でここで評価を上げてってまたイベントが起きると。あ先輩、今日もいいお天気ですね。先輩ん腕が痒いんですか。どうした。あいやいや今書いてたところ、あ蚊に刺されたのかな。なってますね。蚊に刺されちゃったんですか。うちは蚊取り線香を焚いてるので。蚊取り線香か。私は大丈夫ですか。俺夏どうしてるっけな、なんかコンセントでやる蚊取り線香、はい、線香じゃないけど虫よけみたいなのをやってる気がするな。キーボードの練習をしてました。キーボードは難しい。いやいやいや、お前さ一緒にバンドやってるだろ。今さらそういう話題するのか。それにキーボードの鍵盤って、いや鍵盤だからね俺わかんないんだよ。音楽の3要素といえば、あそうなんだ、リズム、メロディ、ハーモニーですけど、キーボードはその中でもハーモニーの部分を担当してるんですよ。演奏のコツですか。コツ、私は気づいた時には、まあ練習あれのみだよね。弾けるようになってました。お父さんとお母さんが音楽好きで、小さい時からピアノを習っていたので、なのであまり思いつかないんですけど。そうですね、やっぱり練習をするっていう反復の練習が大切ですね。お、ないないない、練習はめんどくさいな。これはまあ継続は力なりだね。はい、継続は力なりですね。練習を続ければどんな楽器だって演奏できるようになりますよ。でもそうもいかないんだよね。なんだっけ、もちろんドカベンのトノマだっけ、あれはちょっと指が短くて結局ピアノを諦めたっていう、そういう設定じゃなかったでしたっけ。バンドで担当しないのかですか。必要があれば担当しますよ。そんな必要はないね、残念ながら。前にフエラマジでこともありますし、ラムネ割れちゃうよ、だって口に入れてたら。演奏が必要な時には私に声をかけてください。まあフエラムネの演奏は必要ないけど、ももこちゃんに声はかけたい。披露しちゃいますよ。よし、これで評価が上がったからどうかな。次あたり1月21、学園にはいない、町にもいない、まだか。次の日へ進もう。日付的なものもあるのかな、やっぱりイベント後半だと8月の後半にならないと発生しないっていう、そういうものもあったりしそうですね。 OK、 要はこの日までにここまでの評価がないとイベントが発生しないっていう。やっぱり先輩でした。遠くに見えた時から質問タイムだから評価は上げられますね。正解でした。すごく熱そうですか。これ確かね、そのオプションみたいなのでイベントの数見れるんで、あと確かね、まあエンディングを抜かすと学園のやつが1個だけだったかな、そこを消化すれば多分エンディングまで持っていけると思うんで。まあそのためのジュースのね出費とかね、遊園地の出費とかありますけど、それはしょうがない。その分美味しい思いもさせてもらってるんで、いい夏休みだね。確かに。またどこかで先輩を見つけたら、これ評価上がんなかったっけ。全然違った。
まあ、お話ししてどうなのかっていうのは前々からの疑問ですけど、学園には誰もいない。だから次多分ね、起こるとすればね、学園のイベントがね、起こると思うんですよ。だそれまでに評価を上げておくと。ももこちゃん、その声はやっぱり先輩です。やっぱりね、多分キャプチャーしているせいだと思うんで、少しね、遅延が起こってますね。これからもたまに呼んでくれるんですか？たまに頻繁に呼んでくれてもいいと思うけどね。じゃあその時は私も名前で先輩のこと呼んじゃいますね。それで私に何か、あれって言って名前で呼んでくれたっけ。私に聞きたいことがあるんですか？か何ですか？評価の上がる選択肢はどれ？これ。音楽は小さい頃からずっと大好きです。お父さんとお母さんが、このお父さんとお母さんが音楽好きでって頻繁に話題に出てくるんだよ。さっきのさ、なんだっけ、ハーモニカじゃなくて、そのピアノの話題でも出てきたし。もっともっと音楽が好きになって。高校でも軽音部に入れて。あ、そうそうそうね、はるかちゃん先輩ね、まだ出てきてない、出てきてないよね。軽音部のみんなと出会えて本当に良かったです。だってみんなと演奏する音楽がこんなに楽しいって知ることができたので。では私はこれで失礼しますね。そろそろちょっとイベントが起こってくれないと。8月の23で次で24、どうだ、だいぶ進んだな。学園ない、まだないか。町、ここまで来るとちょっと心配になってくるな。でもあと1回でしょ、多分あと1回くらいあげればいいと思うんだけどね。ミスはねしてないはずなんですよ。そうかなって思ってたんですけど、正解でした。すごく、でこれは特に何にもなく終わるから、8月24も、まあ、実質何もなく終わったと。でも先輩にお会いできたので走った甲斐がありました。およ、でまたジュースをあげて、ありがとうございます。缶が冷たくてほっぺに当てるととっても気持ちいいです。はい、残りの夏休み、残りの夏休みちょっと減ってきたね。先輩とたくさん会えるといいな。余裕だったけど、またどこかで先輩を見つけたら。ていうかさ、バンドの練習マジでしてねえな。俺これ、ね、演奏できる自信マジないよ。あ、失礼した。次の日へ進むと。で、25。で、学園。ない。学園まだない。町。町にはいない。すげえ直前になってイベントが起こるのかな。そうだよね、ライブはだって最終日とか言ってたもんね。ライブをそのもののイベントをやるのかな。いきなりイベント本番全く練習してない。だってこの前だってさ、ももちゃん倒れてさ練習できなかったじゃん。で、あとの日にちは海遊びったりこうやってほっつき歩いてるだけだから。先輩こんにちは。まあなんか陰で練習してるみたいなこと言ってたけど、でもドラムってさ家じゃ練習できないよね。そうですか。まあでもここで評価を上げて。あよ、私にご用があったんですか。私に聞きたいことがあるんですか。もうあと 1,2 回しか多分ねできないと思うんだよね、この評価上げも。これは確かね勉強についてだよね。まあ渋い顔をするけど評価は上がる。ゆずちゃんにはもっと勉強すれば、ゆずちゃんも分かってるからね、上位を狙えるって言われてるんですけど、勉強よりも部活の方が楽しくて。この人たちの成績がいまいち分からない。まあももちゃんは悪そうではないけどね。わかりました。この夏休みは勉強も頑張ります。もう8月26だけどね。なのでもし勉強で分からないことがあったら、 あれこういう話題に発展したっけ前回。忘れちゃったな。私はこれで失礼しますね。先輩とお話ができてよかったです。で26も終わり。
で31は変な夏祭りがあるからそれより前でしょ、実質30までってことでしょ。8月27、いない。8月30にイベントが起こるのかな。いやーこれはちょっとまた不安感がだいぶ出てきたな。ここまで来てクリアできないっていうのは、あ、なんか起こった。あーライブイベントだ、そうだよね、最後の日の方に起こるよね。だってライブイベント本番か本番イベントか。ゆずちゃんも応援に来てくれますよ。それにしても暑いね。てかさ、別にさ学校の行事じゃないんだからさ、制服着る必要ないと思うんだけどな。でも君がいてくれて助かったよ。ああ、荷物送っちゃうのはダメなの？運ぶのは一苦労だし、ドラムとかだって持ってくんだ。君さ、さっきから一言も喋らないけど、そんなに荷物持ちがきついのか。いや不安でたまんないよ、全く練習した形跡がないからね。そりゃそうだよ君たちは俺の演奏について何も思わないのかい？君でも緊張するんだね先輩。いやダメだよダメ、昨日は緊張でよく眠れなかった。みんなの足を引っ張りそうで怖い。少し緊張してるけど大丈夫。まあ大丈夫じゃないけど大丈夫かな。おお、いや適度な緊張感じゃないよここまで来ると。私も少し緊張してますけど。それはさ、君はさ演奏できるからいいよね。大きいです。ともかく楽しもうじゃない。終わって楽しかったと思えればこのライブは大成功だよ。サマーフェスティバル、リハーサル時間短いね。台盤だから仕方ないけど。先輩はいつも使ってるドラムじゃないから。え、そうなの？なんで俺だけ？悪いけどそこはなんとかが。何、不手際でもあったの？台盤形式のイベントでドラムを。ああそういうことね。もう用意されているドラムを使うってことね。会場が野外で暑いのも。ひたすら我慢。まあ、それはだって夏のイベントの醍醐味なんじゃないの？ニャロンマーブルソフトの守り神だ。守ってくれる。守り神なんていたんだ。ん？守り神って？ん？なになに？この麦わら帽子ね。帽子が日差しから私たちを守ってくれます。げ、やっぱり被るのかそれ。かぶった姿見せてほしいんだけど。約束だから覚悟はしてたけど。なぎこちゃん先輩絶対可愛いですよ。てかそもそもどんな麦わら帽子かすらわからないんだけど。褒め言葉だったっけ。いいね黒川さん。ママ応援に来たよ。君舞台に入ってきちゃダメだよ、部外者でしょ。待ってたよ。てかさ、こんなところにさ来たらさ、ゆずちゃん席なくね。ついにステージの幕開けですよ。私はほら観客席あんの、指定席なの、それとも。でもこういうところで指定席っていうのはあんまり考えづらいな。別にそんなすごいフェスティバルじゃないっしょ。次は私たちの出番だ。みんな準備はいいかい？はい。先輩もドラムスティックを手に。いや、まあドラムスティックを手にしないと演奏できないからね。ほら行くぜ。じゃあエンジンって3人でエンジンでも組みますか。あ、いやいや肩を組むんじゃなくて、手ね、手を合わせる方ね。はい、これでいいですか？私の手が先輩と凪子ちゃん先輩の手に。いや、まあ、3人いるんだから誰か真ん中になるでしょ。このライブは私たちニョロンマーブルソフトの初舞台だ。そして最初で最後の舞台だ。さっきも言ったけど、ライブは楽しくなきゃ意味がない。悔いのないようステージを楽しもう。うん、いっぱい楽しむよ。じゃあ行くか、ニョロンマーブルソフト。せーの、えい
全然わからん。どう合わせればいいんだかわからん。おお、麦わら帽子かぶってるね。いや、てかさ、これスカートの中見えねえか。黒川さんなんて結構際どいぞ。まあいっかって。とにかくニョロマーブルソフト最高。こいつ一人で言ってんのかな。どうした？間違えたか？キーボードの音が消え。私のキーボードの音だけが出ません。これでもさ、マイクつけてんだからさ、この会話もさ聞こえるでしょ。あれ、様子が変だけど、どうしちゃったんだろう。観客席のみんなも心配し始めてる。何が起こったのかな。あ、キーボード、キーボードさん出ませんよ、音が。桃子、原因は多分シールドの断線だと思う。すぐに予備と交換。ほよちゃん先輩、できました。それでできるんだ。ほよ、それでも音が出ないです。どうしたらいいんでしょう。何か見落としがないか確認してみっかね。すっげえ落ち着いてんな。なぎこちゃん先輩、手も震えてきちゃいました。ももこ、こういうのももちゃん弱そうだからな。黒川さんはさすがだな。大丈夫大丈夫。先輩、俺の足を引っ張るな。ウケんな。こうなったら俺だけでも頑張る。朝比奈さん頑張れ。先輩、頑張りますよ。でも手が震えちゃってます。このままじゃ。いやでもさ、ここまでさもう来たらちょっとダメでしょ。彼の言う通りだ。ここはさ、もう少しちょっとね、こんなステージ上でおたおたするんじゃなくて、いっそのこと、このトラブルもひっくるめて一回中断してもらえれば、ちょっとトラブルなんでみたいな。先輩、わかりました。およ先輩、原因もわかりました。どうした唐突に。シールドを抜くときに落としたアンプの電源を入れ直すのを忘れてました。なんだそりゃ、こいつは機械に弱いな。だいたいさ、なんか説明書とかに入ってるさ、電源がつかない対処方法、電源は入っているか確認してくださいとか。ああいうの見るとさ、もうなんだよそりゃとか思うんだけど。演奏を続けよう。なぎこちゃん先輩、無事に再会したみたい。ハラハラだな、見てる方は。それにしてもみんなかっこいいな。私も楽器始めたくなっちゃうかも。まあそういうのはよくあるけどさ。自由低音で打ちのめせ。おお、気合入ってんな。俺はもうやめるよ楽器。これが最後だからね。でさ、この3人のことさ、みんな知らないでしょ。スラップしすぎて最後の最後に弦が一本いっちまった。怖い。黒川さん怖い。気持ちよかったからよしとすっか。先輩、今日は演奏中に助けてくれてありがとうございました。先輩のおかげで最後まで演奏できましたよ。まさか一番緊張してた君に助けられるとはね。それとこれとは話が違うだろう。これで解散だと思うと、いやー、俺はね、肩の荷が下りたよ。これを機会に。いや、いいいいいい、やらないやらない。私も大賛成ですよ。先輩はどうですか？いや、また一緒に演奏しませんか？僕はソロでやっていくことにします。はい。ああ、いいねいいね、いい逃げ方だ。聞いてなかったんですか？よっぽど疲れたんですね。このまま話を流そう。駅に着いたら起こしますので、それまで。てかさ、この二人そう思うとタフだな。やっぱり緊張すると疲れるのかね。いや、もしじゃなくて解散なんだよ。ニョローンマーブルソフトは私にとってこれからもずっと大事なバンドです。それにこの麦わら帽子も。
私の宝物ですよ、先輩。まあ別に俺は音楽やらなくてもももちゃんには毎日会いに行くから。桃子との夏の思い出。8月の29。はい、というところで、まあ、ちょっとね最後の方焦りましたけど、焦ったっていうそのイベントがなかなか起きなくて焦りましたけれども、まああとは多分夏祭りのイベントで終了すると思うので、まあ大丈夫かなというところで、エンディングは次回に持ち越して、ももこちゃん攻略編は次回で多分最後になるかなというところで、今回はこれで終了したいと思います。このガールフレンド動画では次回の攻略対象者を募集しています。この女の子攻略してほしいというのがありましたら、ぜひコメント欄に書き込んでください。またこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録もお願いいたします。パソコンの方は動画の終わりのチャンネル登録画面をクリック、スマホの方は説明欄から登録ができます。ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。